あら、漁師様、ごきげんよう。あら、漁師様から疲労のメロディーが聞こえますわ。一息入れてはいかがでしょうか。今すぐお茶を用意させますわ。ブリラララララ、どちらがいいかしら。漁師様はどちらがお好みですか。あ、どちらもという回答はなしでお願いしますね。歌い出したくなるような日差しですわね。ずっと歌えない歌がありました。愛しい人のためだけに奏でる最愛の曲、今なら歌える気がしますの。だから聴いてくださる。私の思いを込めた、あなたのためだけに奏でる愛の歌を。プリマベーラという名は、至高の歌姫のみが名乗ることが許される名誉ある名前なんでしてよ。この名を私はお母様から引き継いだ。私に母のような気高さがあるかはわかりませんが、